はい、これからやるのはですね、熊本大学の文系数学の過去問から2013年度の、四角2番の関数の問題に行ってみたいと思います。関数の問題ですね。で、今回のはもう簡単です。なのでもう絶対落としちゃいけない問題だと思って取り組んでいきます。じゃあちょっとね、四角2番ちょっと読んでいきたいと思います。fx を x イコールマイナス1で極大、x イコール2で極小となる、3次関数で、インテグラル0から2の f'x dx イコールマイナス5を満たすものとする以下の問いに答えよう。もうこの時点でね、もう fx の極大極小の x 座標を与えてくれてる時点でもうこれはもう解けるねって思ってもらったら大丈夫です。で、問1は f' は x を求めよう。問2は、fx の最大最小値の差を求めようです。差を求めればいいんで、具体的な極大値極小値が求まらない可能性も視野に入れながら解いてみてください。じゃあ赤本の方行ってみましょう。まず問1はですね、 fx は3次関数で x イコールマイナス1と2で極小を取るってもう分かってるんで、 f'x の形は分かるよねっていう形です。で、もちろんこの a をね忘れないでくださいね。もうその3次関数としては全く分かってないんで、基本的には ax3 乗プラス bx2 乗プラス cx プラス d なんだけども、もう極地の xf は判明している分 f'x をダイレクトに持ってっていいと。で、 a は絶対に0ではいけないということまで書いてみてください。で、あとはそれを与えられた式にそのまま代入して計算して解くだけと。で、マイナス5だからそれイコール出して a, と結んあ a の値がそのまま出ちゃうよね。で、この時、f'x イコール2分の3、まあ、a が出たからね、式にして右の増減表で確かに x イコールマイナスで極大値 x2 で極小値となる、故に a イコール2分の3であるから、はい、最後を締めて、まあ、ここを展開してるんだね。最後ね、因数分解の形ではなくて全体を展開して答えを示しています。これ結構丁寧です。要するに A ならば B だけじゃなくて B ならば A まで解いて両方が同値であることをね、示しているので、例えば私の場合は実はね、ここで止めたんですね。 A イコール2分の3でというのは、もうこの条件で持ってくれば、X イコールマイナス1と2で極小を取る条件で解いてるから、それ逆を確認しなくても本当はいいんですよね。ただこの場合はまたね、なんかこう逆に持ってってちゃんと確認しているっていうところがね、すごく丁寧な回答かなとは思います。もちろんここまでした方が無難ちゃ無難です。で、この場合はもしその可能性に気づいたら、どっかメモして残して先に進んでみてください。他の問題で時間が欲しい問題があるかもしれない。で、もしここまでで本当は丸がもらえるのに、ここまでの作業をね改めてやることで時間を取ることを優先させるよりも、もう多分他の問題でもっと時間が割きたいところがあったら、そっちを優先してトータルでね、点数の狙いに行かないといけないんで、そこら辺はちょっとね戦略的に考えてみてください。で、しっかりね a イコール2分の3まで、計算ミスしないように解いてもらったら終了です。で、次の問題、問2番に関しては fx の最大最小値の差を求めろという問題だったので、こちらの方を見ていただくと、fx がもう f'x が求まってしまった段階で fx も出るんだけど積分定数はどうしても消せないんだよね。積分定数だけはで、この消せないことを気にしないでってことです。別に最大値最小値そのものを解いてくださいとか fx の式を求めてくださいではなくて、最大値と最小値の差さえ求まればいいので、あとはもうマイナス1と2を代入した式を解いてしまえばおしまいで、 c はちゃんと消えてくれますよっていうのをね、理解してもらうと、もうあっさり解けてしまいます。あっさり解けると言いながら私はちょっと途中計算ミスをしてしくるんですけどはい、皆さんはね、ちゃんとね、計算ミスしないように解けるように練習しておいてくださいね。じゃあ、ほとんど一緒だけども、一応私の解いた方もお見せしておきます。私の場合はちょっとね、先にね fx を置いちゃったんだけど、置く必要ねえなっていうのが後から分かります。なので、まあ、ax3 乗プラス bx2 乗プラス cx プラス d と置いて、全て実数だよっていうことをやって f'x 求めたけど、結局 x イコールマイナス1と2で極小を取ることははっきりしてるんで、もう求めなくていいよねっていう。で、ただ私の場合はここが 3a になったんで、ここが 3a のまま残っています。で、これが別になんか、まあ 3a ぐらいだったらね、あんまり計算ミスとかのさ原因にはならないけど、まあ 3a よりも a であることの方がね、もちろん計算的には楽なので、その部分は赤本の方を参考にしてください。私の場合は先にちょっとこう置いちゃったんでね、 3a になっちゃいました。で、あとはそれを展開してって、ここがね
係数比較できるんですね。こことここの係数比較ができます。で 2b が -3 で c が -6a と表せるよとなるので、あとはこいつをもう入れてしまうと、上の 2b と c がもう a で表現できちゃうんで、 a だけの式になるやんと、 a だけの式になるんで、実は結果私の場合はね、ちょっと赤本とは違うので -10 とかになっちゃったけど、で、あとはマイナス10とマイナス5で比較して a は2分の1です。つまり、3a だったわけだから答えは2分の3になるよね。ね、a は2分の1だけど私の場合は 3a にしてたから、で、あとはさっきの 2b と c をねそれぞれ a で置き直してたんで係数もここで分かってしまって、そのまま代入して終了。だから赤本みたいにこれを展開してみたいなことをしないで済む分楽かなっていう部分もあるけど、まあ、どっちかはまあ好みでしょうね。で、最初にここから解いちゃった人は私と同じ道をたどることになるというか、はい、で、最初にこれに気づいてくれた人はここが係数が A の方の赤本の、ね、回答をたどれるという感じなので、もうスタートがどちらにしてもそんなに大きな計算の、ね、ボリュームはないから、しっかり計算ミスだけを気をつけながら解いてみてください。で、はい、ここに書いてある通り、問2で私は計算ミスをやらかしてしまってね、ここで一発やられてんだけど、まあ、ここが4分の2分の27にならないといけない部分が、まあ、ここだけ間違ったせいで、もう全体一緒なんよ。全体も、極大値から極小値を引いた差を求めればいいんだからって F-1 と F2 を、ね、求めちゃって、それぞれ数字を出したらそれを引くだけみたいな。で、ただし私はこの積分するところで間違ってしまったので、どっちの数字も間違っちゃって全体ずれるみたいな致命的なミスをしてしまったから、まあ良くて部分点もらえるかなぐらいですよね。ここだとね、流れはもう目に見えてあってはいるので0点ではないと思うんだけれど、まあちょっと怖いですよね、ここでミスしちゃうとね。はい、これはもう反面教師として、皆さんの経験に生かしてください。今回は2013年度の過去問から四角2番の関数の問題やってみました。比較的簡単な問題ではあったので、皆さんはぜひね、落とすことなくしっかり取り上げるように練習してみてください。何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。